アブドラフマーン・アルバッザーズは、イラクの政治家、著作家である、反アラブ主義を支持していた。バグダード大学法学部学部長となり、後に、イラク首相となった。政治姿勢は、民間専門家の助言に基づき、政府を徐々に民政移管することだったが、軍の反発を招いた。バーストを政権時に、反政府活動に参加したという理由で拷問を受け、投獄された。 後に病気のために釈放され、治療のためにイギリスのロンドンに移住したが、結局1973年に死亡した。1913年、バグダードのスンナハムスリムの家庭に生まれる。弟は植物生態学者である。バグダードで中等教育を受け、1934年にバグダード大学法学部を卒業した。 1938年にキングスカレッジロンドンで彼の法学研究を終了した。1930年代、反アラブ主義とアラブナショナリズムの奨励をしていた学術的クラブに加盟していた。1941年に反イギリス放棄を支援したが失敗し、第二次世界大戦終戦まで政府に拘束されていた。第二次世界大戦終戦で釈放され、 バグダード大学法学部学部長に選出された。しかし、1956年、フランス、イギリス、イスラエルのエジプト侵攻に抗議し、親、イギリス的な政府によって国外追放された。1958年7月14日、革命による親、イギリス的な王政の崩壊で帰国を果たし、学部長に復帰した。 しかし、王政崩壊後のアブドルカリームカーシム政権とも、反アラブ主義をめぐり対立が生じた。再び拘束されて釈放された後、エジプトへ逃れて、アラブ連盟のアラブ研究所所長となった。一方で、多数の著作を執筆した。法律、イラク史、アラブナショナリズム、イスラム教など様々なテーマで12冊以上の書籍を出版した。彼は、著作において、 アラブナショナリズムとイスラム教には明白な違いがないとの見解を示していた。アラブナショナリズムは人種や血統に基づくものではなく、言語、歴史、精神性、生活の中の基礎的利益に依拠するものであると考えていた。そして、イスラム教には宗教的信念に加え、社会システム、人生哲学、経済や政治の制度としての意味合いもあるとみなしていた。 1963年に軍とバース等によって、カーシム政権が打倒された後、再び帰国を果たした。アブドスサラーム・アリフ大統領は、バッザーズをいくつかの政治ポストに任命した。はじめに中アラブ連盟大使に選ばれ、次に中イギリス大使となった。1964年から1966年には、オペック事務総長を務めた。1965年9月、 副首相に指名された。直後に当時の首相が反乱を計画したため、アブドスサラーム大統領は新内閣の組閣を決め、バッザーズはイラク初の文民首相に任命された。バッザーズは法の統治と1958年以降政治を支配してきた軍の影響力抑制を施行していた。バッザーズ内閣は徐々に民政化してきた。 革命軍事評議会を国防評議会に置き換え、権限を防衛と治安維持に関することのみに限った。政治システムはそれ以前の政権に比べて開かれたものになった。首相として数多くの記者会見を開き、ラジオやテレビにも出演した。建設的な批判は奨励され、議会を立て直し、できるだけ早く選挙を実施することも約束された。 賢明な社会主義を提唱する第一次五可燃計画を発表し公的部門と私的部門の調和を図ろうとした。また公的企業と私的企業及び国内企業と海外企業の合弁企業も提唱した。賢明な社会主義理論は陽動な分配を放棄せずに経済成長を促すものであった。他に実現させようとした政策には12の合意がある。この目的は クルド人国籍を認め、クルド語を公用語の一つとして承認する憲法を制定することであった。計画では1964年の暫定憲法に定められた期限内に議会選挙を実施することになっていた。すべての政府機関にクルド人の代表権を認め、独自の政党を結成したり、独自の新聞を発行したりする権利を与えようとしていた。しかし、 1966年8月に首相を辞職させられたため、合意が調印されることはなかった。1966年4月、航空機事故によって、アブドスサラーム・アリフ大統領が休止し、3日間のみ、大統領職を務めた。直後に、大統領職をめぐって、権力闘争が起きた。国防協議会と内閣において必要な3分の2以上の指示が得られなかったので、 大統領には選ばれず、代わりに前大統領の兄のアブドンラフマーン・アーリフが大統領に選出された。1966年4月、新大統領に新内閣の組閣を命じられた。バッザーズは首相として軍人の給与、特権、権力を抑制しようとしていた。そのため、軍の将校を中心とするグループに首相辞職を迫られた。 バーストーと親エジプト派の双方からアラブ社会主義の敵であるとされ、1966年8月に辞職させられた。1968年の7月17日革命でバーストーが政権を取り、翌1969年1月に反政府活動に関わったという理由で逮捕された。彼は15ヶ月拘束されて拷問を受けた。 1970年、病気を理由に釈放され、ロンドンで治療を受けた。1973年、そのままロンドンで死去した。ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・イラク・ハット・ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・イラク・バイ・エドマンド・エー・グリブ、ハット・ザ・モダン・ヒストリー・オブ・イラク・バイ・フィービー・マール・ハット、ブリタニカ・ハット・リパブリカン・イラク、エース・タディ・ o ン・イラキ c ポリティックス・シンス・ザ・レボリューション・オブ、1958 バイマジドカデューリー、ありがとうございます。